花と酒を手に。することがない。暇だ。外の世界を自由に走り回りたいぞ。じゃあ、自由に飛び回りたいぞ。とにかく一日？おいらは何ヶ月も経ってる気がするけど、あや。何ヶ月は大げさでも、少なくとも20日以上は経ってるだろう。よう、こんなところでだべってたのか。あ、来たな、牛使い野郎。みんな、さっき辺りを一周してみたんだが、今日も収穫はなかった。そうか、とりあえず水を飲んで一休みした方がいい。ありがとう、忍。水分補給を忘れてた。助かるよ。あ、こっから出て街ん中を転げ回りて、それか虫相撲をして。親分、恥ずかしいことはやめてくれないか。こんなクソみてえなところで毎日を無駄にするなんて虚しすぎんだろ。外に行けばラーメンを食って花見だってできんのによ。ラーメン、待てよ、旅人、ラーメンといえば腹は減っているか。私もだ。質問を変えよう。このメンツの中で一番食いしん坊なのは誰だ。私ではないと思う。何ジロジロ見てやがる。俺様なわけねえだろ。きっとこいつだ、こいつ。おい、どうしてオイラを見るんだよ。パイモンはお腹が空いたか。そうでもないけど、どうしたんだ。なるほど。は？なるほどって何がだよ。私もさっき聞こえた。20日経っても空腹を感じない。そんなことありえるだろうか。そこも問題だな。人によって時間の経つ感じ方が違う。個人差があるとはいえ、これはいくらなんでも差が大きすぎる。そういや、俺様は3日から5日ぐらい経ってる気がすんのに、喉が渇いてねえし腹も減ってねえ。食べ物を焼いたのも上のせいではなく気分転換のためだ。もともと食料は節約しようと考えていたが、不思議とあれから腹は減っていない。腹が空かないだけじゃない、体も大して疲れていないようだ。寝ようが寝まいが、それもあまり影響していない気がする。私も同じだ。休んでも体は元の調子のまま。かといって疲労感も増えていない。まるで体の状態が停滞しているかのような妙な感覚だ。なんだかますます不気味になってきたぞ。考えただけで背筋がちょっとする。どうしたんだ。何か思いついたのか。そりゃおかしいな。それが本当ならあのアンちゃんは危険な状況にあんのかもしれねえ。あの方は仙人だ。滅多のことでは危機に陥らないはず。おそらくここでは私たちの想像を絶するような事態が起きているのかもしれない。みんな、ついに見つけたわ。あっちに新しい道があったの。どこか別の場所につながっているかもしれない。出口か。よし、出かした。出口、出口、これでやっと外に出られそうだな。
いや、そう簡単にはいかないはずだ。気を引き締めて行動した方がいい。特に変わったところはなさそうだけど。さっきこの石の壁を調べたときに妙な違和感があったの。おそらくこれには隠蔽の術がかけられているわ。この奥にある通路を隠すためのね。本当に道があるんだな。だいぶ苦労したが、ようやく出られるってわけか。イエランさんの洞察力と意志の強さには感服するな。ここ数日ほとんど休んでいなかったんじゃないか。大丈夫よ、別に疲れてないから。それじゃあ全員揃っていることだし、中に入ってみましょう。おお、早く行こう。おいら、こんなところさっさと脱出したいぜ。いざ。新天道地。世界は。見ろ。ああ、手を下す。戦っているようだ。一体誰が。難攻不落。諦めなさい。その命いただいたわ。いや、踊りなさい。
が生きていたら本当にあれは傷つけることなどできない。この声はきっとショーだ。多分何かあったんだ。戦ってみて、俺たちが助けてやんねえと。でもどうやって探せばいいんだ。さようなら。チリとなれ。取るに足らないわ、その命いただいたわ。剣女盤石。無駄な努力をやめたら。天理チョーク。踊りなさい。神里流消滅。取るに足らないわ。降参しなさい。無駄な努力。難攻不落。諦めなさい。その命いただいたわ。天道ここにある。難攻不落。こちら。無駄な努力をやめたら。さあ降参しなさい。雪を前。
地面が溶けた？この下に何があるんだ？あの、ショーってあんちゃんが下にいいんじゃねえか？早く助けてやんねえと。待って、何かおかしいわ。これは、小さな裂け目のようだな。ま、生身の人間が入ってるわけねえよな。コウマ大使、ショーなのか？おいおい、びっくりさせんじゃねえよ。あれ、これって幻か？透き通ってて触れないぞ。コウマ大使、私たちの声は聞こえるか？おい、アンちゃん、しっかりしろ。反応がない。そんな、お前たち喋った。おお、オイラたち音を頼りにずっとお前のこと探してたんだぞ。本当にここにいたんだな。影、しかしなんつう偶然だ。アンちゃんが行方不明だって知ってすぐに戦ってる音が聞こえてきたんだ。運がいいね。怪我はねえか？偶然だと？待て、何か妙だ。この卑怯は異常だ。お前たち一刻も早くこの場から去れ。急いで合流した方がいいわね。コウマ大使、一体何が起きたんだ？今どこにいる？私たちが迎えに行くから、そこで待っててくれ。いや、それよりもお前らの身の安全を優先しろ。この空間はどうやら、消えた？一体どこに行ったんだ？怪我してるみたいだし、早く助けに行かないと。この近くで探索できるところとなると、おそらくこの穴の先しかないだろう。まさか怪我人に警告されるとはな。俺たちは別に危険な目に遭っちゃいねえってのに。で、この穴の中に秘密が隠されてんだよな。心配すんねえ、アンちゃん。この俺様がすぐに助けてやる。おや、ブン、一人で突っ走るのはやめてくれ。犬じゃないんだから。心配無用、俺様は無敵だから。ぐっ、あっ、俺様のケツが！どうやら穴はかなり深い。みんな気をつけてくれ。ことね、俺様のケツは頑丈だからな。痛かったら泣いたらいい。私は笑いをこらえるから。笑うのかよ、同情するところだろ。ここは同情すれば、それは親分の威厳に対する冒涜になってしまうだろう。それに痛いのは私じゃないから。パイモン、笑ってはいけないぞ。大丈夫だ、好きなだけ笑ってくれていい。忍、お前は鬼か？心つむがねえのか。待って、おそらくコウマ大聖はここにいない。それよりも、こんなところに門があるなんて。なるほどな、ありゃ遭難者用の小屋だ。絵本で読んだことがあんぜ。危険地帯に小屋を建てるいいやつがいるってな。困ってる人がいたらそこで休めるようになってるらしい。あんちゃんはきっとあの中にいる。そんな気がしねえか？なるほど、それだ。いや、危機感のある人ならそんな楽観的な考えはしない。牛使い野郎、
手下と意見が分かれたみたいだな。お前もうなずいてたろ。つまりお前も同類ってことだ。何喜んでやがる。だがな、忍、そこがお前が俺様より劣ってるところだ。わかるか？お前らには門を開ける度胸がねえってことだろ。ならばこの俺様が開けてやる。ほら、大体どいだ。これを開けりゃ外に出れるはずだ。八鬼退散、八鬼退散。うわあ！私の目がおかしくなったのか、門の中に人がいたような。んなわけねえだろう。きっと見間違いだ。もう一回開けてみたらどうだ。おう、わかった。何度だって開けてやれ。毎日遊んでばかりでうちの子までたぶらかして、退散退散。あの人たち、豆の入ったお椀を抱えてたけど、一体どういうこと？あれは豆をまいて鬼を退治する人たちだ。親分は鬼だからな。なんつう恐ろしい光景だ。そもそもなんでここに稲妻人がいるんだよ。落ち着け。お前も稲妻人だろう。俺様は稲妻の鬼だ。人間じゃねえ。それよりも、この門はもしかして稲妻へ通じているのか。そんなわけないだろう。この場所どんだけおかしいんだよ。開けたいやつは開けりゃいい。俺様はごめんだぜ。次は誰だ。おいパイモン、次はお前が行け。私がやろう。おう、ひばれよ。門の中の奴らに負けんな。ああ、中がどうなっているのか私が見てやろう。しのぶ、また本を読んでいるの？そんなことばかりかまけていないで、私の言う通り鳴神大社の巫女になりなさい。お母さんがあなたのために見つけたいい仕事よ。あ、今の誰だ。一体何が起きたんだ。おい、さっきの人ってまさか。恥ずかしながら今のは私の母の声だ。まさかこのようなところにまで来てまた聞かされるとは。さっき巫女になれと言われていたようだが。私は巫女になりたくなくて、リーウェの学校に通い始めたんだけど、家族はそれを認めてくれなかった。稲妻へ帰った後も鳴神大社で働くよう私に望んでいるんだ。宮司のことだったらオイラも知ってるぞ。巫女ってかなりいい職業なんだろ。家の中で飼える猫もいれば、野生でしか生きられない猫もいる。私は絶対的な自由を必要とする人間だ。巫女の仕事は悪くないが、私には向いていない。そうだな、お前にはやっぱり荒滝派の方が向いてる。見ろよ、今のお前のその堂々とした姿を。お前らもそう思うだろう。ああ、私も今のままでいいと思うぞ。仕事とはやはり興味のあるものに就くのが一番だ。その点については私も同意見よ。どうやらこの門は開けたやつの苦手なもんが現れるみてえだな。
こんなの誰が開けられるってんだよ。あのアンちゃんが助けを待ってるはずだ。ここでグズグズしてる暇はねえってのに。他の人も試してみたらどうだ。遠慮するわ。心の中で恐れているものが現れるのなら私には試せない。この中に門を開けられる人がいるとしたらそれは私じゃないわ。どうしてだ。この原理自体がおかしいと思わないかしら。私は1ミリも信じていないの。だから何かが起きるはずもないわ。確かにお前って夢とかもなさそうだもんな。なら私がやってみよう。おお、さすが俺様の恩人、いい度胸してんぜ。おそらくあるとは思うが思い出せないんだ。でもこの門を開ければそれを知ることができる。まったく今日一日何やってたの。4キロあった塩のうち売ったのは1キロだけ。残りの 1.5 キロは人にあげて、もう 1.5 キロは酒と交換するなんて。それでいくらの稼ぎになったかわかる？はあ？店の商品を適当に売っていいと言ったのはあんただろう。なのに人にあげて何が悪い？このバカ！隣のじいさんに塩を取りに来させたでしょ。その時途中で転んで足を折ったって言うじゃない。しかもそこの息子が慰謝料を求めてんのよ。あんたって人はまったく。はあ、なるほど、民事訴訟か。さっきのは誰だったんだ。誰でもない。ただ私を悩ませた民事訴訟の縮図だ。ふん、つまり日常で起こるいざこざが怖いってこと。いや、ただつまらないことで争う人が苦手なだけだ。先ほどの案件も良かれと思ってしたことが大きな災いを招いている。善意のつもりが怪我の原因になってしまうとはね。はあ、実に残念な結果だよ。私は世に起きた問題を少しでも解決するためこの仕事に就いた。だが人の心の複雑さだけは今もまだうまくつかめていない。わかるよ。人の心ほど複雑で傷つきやすいものはない。さて、他にも試してみたい人はいるか。私を見ないでちょうだい。絶対にやらないから。言えらんよ。ここにいる全員は仲間だろ。試したくないっつってもちゃんとした理由がなきゃな。なるほどね。じゃあ正直に言うけど、私はリーユエ七世の天中園行幸の下で働いているの。仕事の内容はリーユエの重要な秘密に関わっているわ。この門を開けてもし秘密に触れてしまったら、ここにいる全員を口封じのために処分することになるかもしれない。この理由で満足いただけたかしら。おお、そうか、すげえじゃねえか。それよりも忍ぶ、天中園行子って誰だ。秘密を探っていることがバレたら生きたまま双眼鏡園から返してくれないかもしれない人。それが行幸だ。親分、この世界について本当に何も知らないんだな。知らねえとなんか問題あんのか。俺様は自由気ままな鬼だぞ。イエランって行幸のとこで働いてたのか。彼女が言わないから私も秘密にしていたんだ。ならイエランはこの門を開けない方がいいだろう。旅人はどうだ、試してみないか。そうだな。この門を開けたらオイラたちの探してる人がいるかもしれないぞ。行方不明のショーがこの中にいる可能性もゼロじゃない。やってみようぜ。アンちゃんが中で待ってるかもしんねえ。
心配してたんだぞ。大丈夫か？旅人、何か見つかったか？助けなきゃならねえ人は、アンちゃんはこの中にいたのか？その重苦しい表情、何か不快なものでも見たようね。そんな、大丈夫だ。お前の妹さんならオイラが一緒に探してやるから、元気出せ。くそ、この妙なもんめ、ぶん殴ってやりて。疲れてさえなかったらオイラも一緒に殴ってやったぞ。おい、どうした？元気ねえじゃねえか。つまり、あの門を通っても鉱魔耐性は見つからなかった。それだけでなく、目をそらしたくなるものまで見てしまった。この秘境、なんだか嫌な感じがするわ。常に変化しているみたいな。しかも私たちにとって不利な方向に。どういう意味だ？私もそう感じた。ここは一筋縄ではいかない場所だ。軽率な行動は控えた方がいい。ああ、私たちは鉱魔耐性の跡を追って降りてきたというのに、ここには奇妙な門が一つあるだけだった。その門の中も異様だ。自身の恐れているものを見せられる。私たちはきっと常識から外れた空間にいるのだろう。それに色々とあったせいか、少し疲れを感じる。ここでは疲労がたまらないはずなのに。けどまだ致命的なものではないはずよ。でなければ何も食べていないのに餓死しないことの説明がつかないわ。私たちの状態の変化が空間にどう影響を与えるかが心配だな。空腹感や疲労感に急に見舞われないよう、食事と休息はしっかりとっておいた方が良さそうだ。おいら急に疲れてきたぞ。いろんなことがありすぎて心に余裕がなくなってきたのかも。喋ってたらなんだか俺様も疲れてきた。いやいや、こんなのきっと気のせいだ。考えすぎねえ方がいい。手足に力が入らなくなってきた。これまでの推測では、私たちが疲労や空腹を感じないのはこの空間にいることで体の状態が停滞すると考えたからだ。だが今の状況から判断するに、精神的な疲弊は避けられないようだな。まだ鉱魔耐性は見つかっていないが、とりあえず体調と精神状態を整えるのを優先した方がいい。人助けをする前に自分が倒れてしまっては本末転倒だ。そうだな、休めるとこまで戻ろう。おい、チビスケ、大丈夫か？俺様がおぶってやろうか？今までずっと休んでいないのだろう。問題ないわ。私はそれに君も何か気づいてたのか？人の表情を読むのも。ああ、そうだったな。だが今はまだ初歩的な段階。そうね、私もいくつか考えていることがあるの。確認できたら改めて言うわね。今は皆で解決策を考えないといけない。今までずっと問題ないわ。それに気づいてた人の表情。ああ、そうね、私もいくつか考えていることがあるの。今は皆で。こんなことが起こるとはな。ああ、
あれのことか。見られてしまった以上、隠してもしょうがない。長いこと荒滝派にいると、さまざまな場面に遭遇する。まあ、面倒事が大半を占めてはいるが、みんなと一緒に街を歩いたり、焼きたてのスミレ売りを手に笑わないでくれよ。もし笑ったら、殴らないなんて保証はできないからな。こんなことが起こるとはな。あんたも最初と比べて元気がないようだ。いいか、よく聞いてくれ。最も重要なのは、いつだって次の一歩を踏み出す勇気が出るまで、一度決めたら振り返ってはいけ。こんなことが起こるとはな。あ、牛を、あのもんをもう一度。いいところに来てくれた。門の中にいたやつが豆を投げてきたことは、まあ、もう手は尽くしただと。もう一度試してみてくんねえか。それでもダメなら別のもんでもいい。牛を、あのもんを。おう、いいっす。だが、おい、怒るなって。強引に壁を掘って道を作ること、牛尾が突進してもびくともしねえんだ。今俺様にできることは、そうだな、おお、そうか。牛尾、あのもん、気にすんな。よく覚えとけ。たとえ空が崩れ、あそこでまた会おう。旅人、今この空間について考えていたんだ。未知の脅威が潜んでいる以上、しかし都合が良すぎると思わないか。お前、まるで恋に仕組まれたもののようだ。一つ私には推測がある。先ほど見た高魔耐性の反応から察するに、おそらく彼は私たち、もしかするとこの空間はもとよりここにいるはずのない人。空腹を感じないのは体の状態が停滞している。もしこの推測が正しければ、私たち、つまり様々な情報が一つの可能性を示す。この地下空間は時間と空間が錯綜しているということだ。しかしそのように錯綜した空間だからこそ、どこにいるのかわからない仲間の声を捉えることができた。もちろんこの空間がそれを、そして先ほど高魔耐性の身に起こったことに、私たちは彼に会ったのではなく、別の場所にいた彼の姿が何ら、旅人、先ほど門の中でアビスを見たと言っていたな。あの門は一見すると意地の悪いいたずらにしか見えない。あそこ、門の向こうに何があるのかは誰にも見当がつかない。最初は冗談のよ。この空間は手強い相手だ。私たちの思考を読ん、それでも私はただ黙って待っているつもりなどない。覚えているか。ああ、あれからは空間に干渉。高魔耐性の出現は私たちと彼の空間が交わること、ましてや私たちに彼の声が聞こえ姿が見えることなど想定していないような印象を受けた。この空間は私たちを罠にはめるためのものだと。だがこの変化が空間に裂け目を作ることを予期していなかったように感じる。つまり私たちが高魔耐性と会話したことは、それに、そうだ、あれから私は戻って辺りをじっくりと調べてみた。だが私はこれをチャンスだとも思う。もし空間が私たちの心を利用し惑わす現象を作るのならば、心を落ち着かせて耳を澄ますんだ。この感じ、うん、そこか。はあ、イエランの現像を破る技を真似てみた。声はこの現像の奥から聞こえるようだ。
心を落ち着かせて、声がはっきり聞こえるようになった。ここもそうだぞ。シャアはここで何を経験した。もし500年前の戦いで死んだのに、奴はなぜまたここに現れた。あの死にできるものが何つなのか。声がより鮮明に聞こえるようになった。おそらくこの辺りだ。コウマ大聖、聞こえるか。エンヒだ。旅人と共に、あなた旅人。よし、うま、そちらの状況はど、あれなら問題ない。よく聞いてくれ。この空間は錯綜し混沌としている。我がいる場所は一切が混沌に満ちている。いいな、ヤシャの身に宿る汚れは。いや、その危険を上回るほどに今の状況は切迫しているんだ。あなたが一緒にいなければ、あなたを探そうとする私たちは常に危険な状況。お前たちも危機にす、我のことは探さなくていい。私たちはあなたが心配なんだ。先ほども旅人が罠にかかって危険な部屋に入ってしまった。どうやって合流する。コウマ大聖、私たちの声がどこから聞こえるか探してくれ。そうか、今度何かをすれば。急いでくれ、この木を下がれ。とにかく彼を拠点。これで。あら、こちらもいろいろなことが起きた。たかが怪我だ、大したことはない。足を引っ張るなどと思っていない。みんな分かった。怪我をしているのですから、ひとまず休んでください。他のことはまた後にしましょう。ああ、あまり旗色が良くないようだな。大丈夫だ。具体的に何が起きて、たまに親分を羨まし。なあ牛尾、普段はそれに俺様が、お、旅人か。たが、なあ牛尾、この普段は威勢のいいチビだが、それにあの俺様が牢屋にいる時も、お、旅人か。たが、そう、やはり簡単なことではなかった。あら、旅人、
うん、ちょうどいい。話したいことがあったんだ。私もこの空間そのものに狙われているような、そんな感じがしていたの。時間と空間が錯綜しているという事実は先ほどの試みで確認が取れた。となれば駒馬体制も見つかったことだし、あとは出口を探すのみ。さっきもう一度秘境を探索してみたの。新しい道を見つけることはできなかったけど、多少収穫はあったわ。私の一族は代々砲術の修練を積んでいてね、実はあの秘境でそれと似たものを見たのよ。残念ながら近づいた途端に跡形もなく消えてしまったけれど、おそらくね。けどそれを判断するのは難しいよ。でもあれが何かを知っているのはこの中では私だけよ。つまりこの空間は、あの門もそうだった。まるで生きているか、人の心を読み、それを現実に作り出す。全ては私たちの警戒心を緩め、ただ仮にそうだとしても、その最終的な目的は何なのかしら。死ぬまで私たちをここに閉じ込めるため、うん、最悪の事態に備えつつ諦めずに行動しよう。双眼鏡園に秘密が隠されているのは知っていたけれど、このようなことは。そういえばイエラン、最初に外で会った時私はカーン・ルイヤの魔獣が侵入した時の真実を探しているの。ここからの話は全て他言無用よ。決して他の人に話さないこと。さもなければ。ああ、重々承知している。500年前のことよ。カーン・ルイヤから来た漆黒の獣たちにテイワット大陸の七国が襲われたの。当然リーユエもその被害を免れなかったわ。岩王帝君の命により戦艦軍は陣を敷き、死闘を繰り広げると戦線を双眼鏡園近郊で食い止めた。ただ何者かが機を見計らって魔獣を引き離したの。最終的にこの戦いに勝利したのは、私の先祖にその戦いに参加した人が2人いるの。でも生きて帰ってこれた方は正気を失い、今の七星もこれについてはほとんど知らないはずよ。当時双眼鏡園から生きて帰れた人はごくわずか。双眼鏡園の周囲の封鎖が解かれたあの日、私は当時だけど、私たちが今いるこの場所、うん、でも諦めてはいけないわ。今の私たちにとって生きて帰ることこそが最優先にすべきことだもの。はあ、どうしたの？急に黙り込むなんて。話は後だ。今突破口は私が見落としてしまった細部に隠れているかも。じゃあ、ああ、心配はいらない。お前が言った内容は紙に記録しないから。そうじゃなくて、つまりそのこと。はあ、どうしたの？話は後だ。今突破口は私が。じゃあ、ああ、心配は。そうじゃなくて。あまり旗色が良くないようだな。大丈夫だ。たまに親分を羨。なあ牛尾、うん、普段は一斉のいいチビだが、それにあのあんちゃんも、うん、俺様が牢屋にいる時も、お旅人か、たぐ